この生クリームがね、入るんですけども、はい、トーレルサシュセスはい、ということでですね、今回ですね、私、まだ2本目なんでね、全然余裕なんですけども、ちょっと楽しい気分になっちゃいまして、1本目のね、料理がね、あまりにもうまくて、非常にご満悦でございます。今回ですね、私が作りますのは、至高のレシピでございます。飲んでても至高のレシピは作れる名言でございます。はい。ということで、今回作らせていただきますのはですね、パスタです。僕、もともとイタリアンね、ずっとやってたんで、イタリアンは結構好きでやってるんですけども、その中でも、本場イタリアにあんまないものですね、これね。はい。チリトマトカルボナーラっていうのがありまして、これね、どこが初出かを僕わかんないんですけど、多分ねファミレスの五右衛門かなんかが結構流行らせましたよね。トマト味でちょっと辛いカルボナーラです。これがもう僕大好きで、どうにか家で作れないかって思ったんですけども、作れます。これはね、しかも外で食べるのよりうまいんじゃないかっていうぐらい美味しくできます。はい。これはもう僕が若い頃に作ったレシピなんで、これはめちゃめちゃ自信あります。ということで、今回はチリトマトカルボナーラ、超自信作です。やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。まずはですね、チリトマトカルボナーラなんでパスタです。パスタなんですけども、クリームも入るんで、今回は濃いめのソースになります。濃いめのソースは、少し太い方がいいんで、今回 1.6mm、 または 1.7mm ぐらいパスタを使ってください。もうちょっと太いものでもいいんですけども、多分ね 1.7 か 1.4 ぐらいしか皆さん買われないと思うんで、今回 1.6 のパスタでやります。これで非常に美味しくなります。基本的にパスタっていうのは、太ければ太いほど重いソースが合うって言われてるんで、これどうぞ参考にしてください。具材です。ベッケンです。ベッケン 40g です。50g でやるんですけど、今回 40g で、玉ねぎ1/4、大体 50g、 ニンニクが1かけ、そして調味料なんですけども、材料に入るのかな、生クリームです。生クリームは僕ね、昔は 43% のものを買ってたんですけども、最近ちょっと重たくなってしまったので、最近は35を使ってます。こっちも安いんでね、こっちを使っていきます。で、ホールトマト1/4缶使うんです。 100g ですね。で、 300g 余ってしまうんですけども、余ったやつは冷凍してください。いつでも使えますんで。あ、すいません、出し忘れてたんですけど、卵です。これ卵黄だけ使えますんで、ぜひ用意してください。以上の材料でやっていきます。調味料概要欄でお願いします。じゃあですね、今回至高のチリコロトバタバナーというね、なんて言った今なん全く聞き取れてないチリトマトカルボナーラ、これを作る上で何が大切か、やっぱりですね、チリトマトカルボナーラはパスタなので、自らを至高にしていかなければいけないと。その料理に合う最高のシチュエーションを想像しながら作ると、これね、テンションがもうものすごくぶち上げになりますんで、自分をぶち上げたいと思います。栗蜜の祭り、やっぱりね、もうテンション上げるのこれでしょ。パスタですから。パスタに合わせるのはやっぱね、ワインでしょう。これフェアリーテイル、あ、違った、イエローテイルだったフェアリーテイルは漫画でしたじゃあフェアリーテイルを飲んでいきます。うまいね。絶対チリトマトカルボナーラやるよ。ということで、最高の仕上がりを想像しながら、自らを至高にしてやっていきたいと思います。やっていきたいと思います。はい。じゃあまずね、材料切りましょう。玉ねぎね、普通にね、薄くスライスでいいです。こんな感じで薄めにスライスしてくださいね。こんな感じで玉ねぎはね、甘みと香りをつけてくれますんで、ぜひ入れてください。チリトマトカルボナーラはね、玉ねぎの甘さとトマトの酸味とかコクがね、重要になってきますんで、玉ねぎ入れてください。今度おにんにくです。でにんにくは、こうやって潰すのもありなんですけども、今回ね、このホールトマトがありますんで、ホールトマトとかでね、こうやってグッとやるとすぐ潰れます。包丁でやるとね、ちょっとなかなか力の入れ具合が分かんないって方もいらっしゃるので、こういうね、身近なものねでやると非常にいいですよ。はい。力を入れればね、すぐねニンニクが潰れますんでね。そしてこんな感じで、みじん切りしていきます。潰したものをスライスすると結構ね、いい粗みじんになりますんで、このままで結構です。はい。そしてベーコンです。はい。でベーコンは大きいので半分にしていただいて、スライスしましょう。スライスしたものを、これを4等分ぐらいにしていくね。こういう切り方です。これはね、別にブロックじゃなくても全然いいので、お好きなものを使ってください。薄切りのものでも結構です。でもね、ベーコン入れるとね、味が出ますんで。でカルボナーラってベーコン必須なので、入れてください。この切り方とかで結構具材感が出ますんで、これもおすすめです。もうね、切るのはね、そんなもんなんですよ。なので、こっからですね、もうフライパンもすぐいっちゃいます。まずフライパン火にかけます。で
ベーコンをね、まずね、油引かないで炒めていきます。このベーコンってね、結構ね、跳ねるんですよね。なので最初にバターで炒めてもいいんですけども、跳ねます。なので、最初油なしでいきます。そうするとね、すぐね、焦げ目ついてきますので、焦げ目がね、いい香りになってきますね。まあ、メイラードとか言うんですけど、まああまり小難しいことを言いたくないんで、はい、はい、ですね、はい、こんな感じで、あんまカリカリにしなくていいですからね、はい、まあもちろんカリカリにする調理法もあるんですけども、チリトマトカルボナーラの場合はね、カリカリにしなくても大丈夫です。バターをね、バターっと入れていきます。ここね、ニンニクですね、はい、で、ちょっと火はね、バター入れたら弱めにしてください。バター 10g にニンニクひとかけを入れて、香りを出していきます。ベーコンがこれだけ温まってるとすぐね、ニンニクも炒まってきますので、ここでさっきの、オニオンスライス入れていきます。ニンニク入れたらすぐでいいですよ。あんまりね、ニンニク入れて、炒めて焦げちゃうんでね。チリトマトカルボナーラの場合はニンニクはね、絶対焦がさないでください。なんでかっていうとですね、クリームとトマトの香りが優先なので、ニンニクにはね、脇役に徹していただきます。このニンニクとガーリックと玉ねぎ、まあ、このね、具材の、この調和した香り、おかずにしながらご飯を食べていきます。これね、ワイヤーご飯っていうのはね、あくまで僕だけなのでね、テレビの前のみんなは真似しないようにお願いします。で、こんな感じで、炒めていきます。玉ねぎはね、この時点でしなっとさせちゃいます。あまりシャキシャキの玉ねぎはあまりよろしくないので、結構ね、炒めちゃいます。しなっとこうソースに馴染むぐらいの感じですね。頃合いとしてはこの玉ねぎがですね、こうやってちょっと茶色くなって、持ち上げた時にこうダランとしなっとしてる感じ、この、感じだとですね、すごくトマトソースに馴染みますんで、はい、これで大丈夫です。で、そしたらですね、ホールトマト、で、ホールトマトは4分の1缶なので、缶の4分の1入れていただければ、だいたいね、大きいホールトマト1缶と3すくいぐらいかな、これぐらいかな、はい、と、希少めな方は測ってください。このホールトマトをちょっと潰しながら炒めていきます。ここで炒めることによって、このホールトマトの酸味を飛ばしますんで、ここはね、ちょっとね、火を入れていきます。カットトマトでもいいんですけども、まあ、僕はね、ホールトマトの方が甘みが強いと思ってるので、ホールトマト派です。でもカットトマトでもほぼほぼ遜色ないです。で、このね、タバスコを入れます。チリトマトカルボナーラにすごく重要な調味料です。これがチリの役割をしてるんでね、煮込んでる間にこの鷹の爪も入れていきます。鷹の爪焦げやすいんで、ここで入れます。1、2、3、4、5、6振りぐらい。辛いのが好きな方はもうちょっと入れていただいても結構です。辛いの苦手だなって方は唐辛子入れなくてもいいです。ただタバスコはね、入れた方が、このタバスコの風味ってすごく重要なんで、で、これで煮詰めていって、で、ちょっと調味料も入れます。コンソメ小さじ1弱です。1もいらないです。で、コンソメ入れることにより非常にですね、旨味がついてですね、レストランの味に近づきますんで、これ入れてください。この辺りでね、沸騰したお湯も用意しておいて、パスタ茹でちゃっても平気なんですけども、慣れてない方はね、ソースを先に作った方がいいです。ソースを先に作ればまごまごしてこう麺が茹だりすぎちゃったってなくなりますんで、順番でやっていった方が失敗は少ないです。そして、生クリームです。生クリームね、今回の 35% の場合は大さじ3と小さじ1だから 50cc ですね。で、この生クリームがね、入るんですけども、ちょっと煮ることによって非常にですね、濃度が濃くなりますので、少しね、温めます。ここで味見をする、必ず。僕いつも味見しないんですけども、これは感覚が分かってるから味見しないだけであって、皆さんね、途中で味見ってすごい大事ですからね。これね、料理を失敗しがちな方はね、味見をしないんですよ。なので、自分が思い描く味っていうのをですね、頭に叩き込んで味見をしながらやってください。ちょっとお塩と胡椒、ここはね、辛みがついてるんで、思ってるぐらいの胡椒でいいです。胡椒が、まあ僕は一つまみ入れますね。こう、ちょっと分かりますかね、このクリームが一体化して、ちょっとこう、とろみがついた感じです。あんまり火を入れてしまうと生クリーム分離してしまいますんで、この状態でいいです。で、この後、粉チーズも入れるので、そんなに味濃くなくていいです。このままで結構いけるな、みたいな、しょっぱくないな、みたいな感じまで持っていきます。そしたらもうこれは、ちょっと置いておきます。じゃあね、鍋に、お湯沸かしました。だいたい1リットルぐらいだと思います。1リットルぐらいのお湯に、だいたい、お塩小さじ1弱ぐらいです。これは鍋に何リットル入れるかってあんま測んないじゃないですか、皆さん。これね、何をしたらいいかっていうと、茹で汁を味見してください。だいたい僕がいつも 1% の、もしくは、0.8% のお塩でやってくださいっていうふうに言ってるんです。だいたいね、スープでもそのまま美味しいなぐらいの塩分濃度だったら大丈夫です。そうしましたら、沸騰したお湯に、こんな感じでですね、パスタを入れていきます。はい、こうやって広げたら、こうやってぐーっとね、押していくと、非常に
収まりがいいんでね、あーつっと思ったら話しますよ、はい、ここでもね結構いろいろ言われるんですけども、沸騰したお湯でボコボコやった方がいいって方と、ポコ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 こう沸き立つぐらいで、やんなきゃいけないっていう方もまあ両方いるんですけども、僕はちょっと強めにやるタイプですね。強火でやるとこうパスタ同士が擦れてパスタのデコボコがなくなるって方もいるんですけども、僕が使ってるママは結構ツルツルなんで関係ないです多分。パスタはね、お塩入れるんで、じゃあなんで入れるかって言ったら、なんかね、コシを出すっていう方もいらっしゃるんですけども、1% ぐらいのね、塩の量じゃね、パスタは食感変わんないんですよ、これ。あんまり気にしなくていいです。まだ慣れてない方は、塩薄めでいいですから。濃くすれば濃くするだけ、味の調整難しくなります。僕は 1% で茹でるんですけども、まあ、0.8 ぐらいの塩分濃度の方がいいかもしれないですね。いつもパスタ茹でるとき、この説明してると。でもね、この動画を初めて見る方もいらっしゃると思うんで、このチリトマトカルボナーラはものすごいうまいです、はい、僕のパスタランキングの中でも、トップ10には必ず入ります。何がいいってこれおもてなしにやるとすごい喜ばれるんですよね。別にそんな手は込んでないっていう料理なんで、揃える材料がちょっとめんどくさいぐらいなんで、ご家族の誕生日とか彼氏彼女の記念日とかこういうのに作っていただいても、あ、なんだすごいみたいな、ね、見た目が華やかなんでおすすめです。いいこと言うでしょ。ただ酒飲んでるだけじゃないんです皆さん。酒飲んでるけど、じゃあもう、これはね、規定の分数まで茹でればいいんで、これね、パスタもね、できれば味見した方がいいです。こうやってね、1本取って、これはね、でもね、お好みです。ちょっと固めなんですけども、今もう揚げちゃいたいと思います。僕はね、普通にこうやって揚げるんですけども、ザーッと流したら、そうするとね、ここにね、茹で汁が残るんですよ。この茹で汁はパスタの濃度の調整に使えるんで、残しておいてください。ここで湯切りしてください。そしたらここに作っておいたこのソースね、ちょっと冷めて、濃度が増してます。でここに、パスタも入れちゃいます。火にかけながら和えていく。一回ね冷めてもね、火を入れれば生き返りますんで。でここに粉チーズ、大体ね大さじ2ぐらいでいいかな。大体ねグラムでいうと 15g、 量るのめんどくさかったんでそこまで厳密にやってないんですけども、こんな感じでね。で今結構固めなんで、ちょっと茹で汁少しだけ入れます。はい、で味見すると、今回は 35% の生クリームでやってるんで少しあっさりめなんですけども、もっとこってりしたのがいい方は 47% の生クリームを使ってください。じゃあ器持っていきます。はい、じゃあ持っていきます。まず1個持ち上げてねじりながら持っていきます。ソースが全体にこう絡まってる感じですね。これがね濃厚で美味しいです。で最後の具材もこう全部乗せてあげてください。でここで最後に白身はちょっと外してください。はい、ここに置きます。そして仕上げにこういう粉チーズしてもいいし、こんな感じね。でパセリ、こういうパスタはねパセリがすごく映えます。赤いからね、赤いとパセリすっごく映えるんですよ。で仕上げにブラックペッパー、これをねかけてあげるとカルボナーラ感が増しますんで、チリがね強いんでね、そこまでやらなくていいです。はい、じゃあこちらで至高のチリトマトカルボナーラ完成でございます。それではいただきたいと思います。うまそうだな、最高にうまそう。じゃあいただきたいと思います。いただきます。絶対合うね。いただきます。この味だよ、うまい。これ以上うまいとできないと思う。スープちょっとできました。これね、浮雲のコンソメスープっていうのね、皆さんやってみてください、ね、作り方はどっかに載ってます。まあ、やっぱね、卵白はね、このスープにするのが一番。まず、これベースがトマトクリームなんですね。トマトクリームソースにカルボナーラの要素を足して、卵黄とか、ベーコンとか、胡椒とか。一番味で強烈に来てるのが、タバスコなんですね。これね、タバスコものすごい重要なの、これ。タバスコのチリ感と、鷹の爪のチリ感で、すっごくね、まろやかで濃厚なんだけど、ピリッとくる。非常にね、パンチの効いた味になってます。これがうまいんですよ。味付け最高ですね、これね。そして生クリームを少し煮詰めてソースにすることによって非常にですね濃厚さが出てますね。これ 35% の安い生クリームなんですけども非常に濃厚です。ここでねちょっともうちょっといっていいですか。しなければいけない僕は味変カンフージェネレーション。タバスコとチャチャチーズです。僕の持論なんですけど、タバスコと粉チーズ入れた分だけうまくなるんで。うん、ありがとう、本当にありがとう。これマジうまいっす。ソースの濃度が完璧。
ということで、この味誰だ、乾杯。お疲れっす。よし、いただきます。はい、うまっ。超濃厚、全部がちょうどいい感じですね。トマト、クリームで、タバスコとその唐辛子ピリッと感も、なんか何一つ死んでなくて、全部絶妙です。これ20代の時の僕が50回ぐらい作ったやつアホーロ作った、もてなしとかでも全部それに頼ったぐらい。いやマジやらす。これは多分でも辛みとかトマトの成分とか嫌いなものが入ってなければ、はいはい、98% の人がうまいと思う、はい、ちょっと止まんないっす、これうまいっす。これはもう完璧っすね。もう俺は最初食べたのは多分五右衛門とかだけど、多分超えてると思う多分すいません、ほんと五右衛門さんすいません。おい、粉チーズとかやってもいいよ。このまま食うとみんなの分なくなっちゃう。ちょっとあまりにも食いすぎて、まあもう完成度が高いっていう。そうなんですよ、全てがちょうど良すぎるんですよ。そう、分量ね、グラムから結構変動させたんで、めっちゃ自信のある。完成度的にはかなり上位。なんかベーコンの切り方一つとっても、玉ねぎの炒め方とっても、なんかもう全部がもう調和ってこれなんだなっていう。うぃー、もともと料理やってた人分かるね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ということで、今日の至高のチリトマトカルボナーラ、いかがでしたでしょうか。これ本当に自信作、作っていただければ分かると思いますけども、リュウさんとチョモが完成度が高いって言ってたのはこういうことなんだっていうのを皆さん分かっていただけると思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。リュウさんがワインはご飯って言ってたから、ご飯食べやすいんだもんって言われたらもういろいろ終わってしまうので、 PTA から苦情が来ちゃうんでね、はい、未成年は見てないと思う。あ、見てるか見てますね、すいません。お酒は二十歳になってからですよ皆さん。